今日紹介するおもちゃはこちらです。ゴジラ王国というですね、食玩なんですけど、これはですね、デジャブではなくて、 前回ですね、紹介したのがこういうもので、全く、もう商品名が一緒なんですよね。うん。全10種類も一緒で、うん。色付きのですね、塩ビの人形が一つ入ってるのと、ジオラマパーツも入ってるのも全く一緒です。はい。うん。ラインナップが結構違うんですけど、前回こっちで、今回こっちですね。いろいろレビューして、 中身も見ていきたいと思います。こっちです。前回はこういう、うん、まあちょっとおさらいなんですけど、怪獣が一つと、こういうエフェクトパーツというか、うん、ジオラマパーツが一つ付いてるんですよね。これで100円だったんですけど、今回はどんなラインナップが入ってるのか、 楽しみですので、一つずつ見ていきます。今回の一体目は、平成ゴジラと完成筒ですね。はい。ドンと、これが平成ゴジラになります。うん、色がやはり、うん、黒っぽくていいですね。そして完成筒がこちらです。うん このゴジラ王国の特徴、やっぱりこのジオラマというか、うん、このミニチュアがとっても作りがいいんですよね。はい。これが1体目でした。はい。2体目がですね、このデストロイヤーと旅客機なんですけど、今回もこのデストロイヤーと、うんと、キングギドラだけちょっと見当たらなくて、歯抜けの動画になっちゃってるんですけど、 旅客機はこのようにあって、うん、いいサイズになっておりました、うん。はい、3体目がこのスペースゴジラと福岡タワーになります。はい、スペースゴジラはこんな感じですね。はい。うん、いいですね。この凶暴そうな顔つきと、とはですね、後ろはあまりこう、 まあ塗装などはほとんどされてないんですけど、尻尾のこの、うん、結晶体のような、うん、造形だったり、はい、あとはここですね。ここもちょっと色だけ、色が入っております。やはり、スペースゴジラといえばこれですよね。福岡タワー。うん、この造形もコンパクトながら非常に、うん、いい造形になっておりました。続いてはですね、 こいつです。もう箱もなくなっちゃってました。ファイヤーラドンと、えっ、ー、とですね、レインボーブリッジですね。はい、レインボーブリッジはこんな感じで、うん。レインボーブリッジのフィギュアがある自体で結構いいんですけど、ファイヤーラドンは飛行状態ですね。うん。前回こうラドンも紹介したんですけど、初代ラドンの方は まあ直立した造形になっておりました。うん、このラドンもとてもよく造形されていていいと思います。次はですね、こちらです。メカゴジラと高層ビルになっております。うん、メカゴジラはですね、はい、こんな感じです。ドンと。うん これはですね、初代のメカゴジラではなく、平成のメカゴジラで、うん、g フォースかな、うん、ちょっと尻尾が短いんですよね。で、目だけ塗装されていて、はい。高層ビルはこのような形になっております。うん、これがつくだけで、全然、うん、雰囲気違いますね。はい。メタゴジラはこんな感じになってます。 でおりました続きましては箱がないんですけどこれです,外岸,です外岸とコンビナートうんこれがコンビナートでよいしょコンビナートなんとここでそれるようになってるんですよねうんちゃんとした造形の石、うん、も感じて素敵ですねはい外岸はこんな感じでうん ちょっとですね、あの、カメラで見ると色が、うん、青っぽいんですけど、うん、実際はもうちょっとこう緑色の、うん、造形になってあ、えー、彩色になってますね、うん。あとは、まあ塗装も、まあ100円の割には頑張ってる方じゃないかなと思います。うん、とてもかっこいいですね、外観も。次は本来であれば、この、 キングギドラが入ってるんですけど、キングギドラがちょっと見当たらなくて申し訳ないです。ただ、A サイクル光線車ってこれかな、うん、これだけは、えー、唯一残っていたので、ちょっと紹介すると、うん、どうでしょう。とても造形が素晴らしいですね。はい。うんまあ、これだけでも、もっともっと今でも、 買いたいくらい素敵な造形になっておりました。はい、次はですね、ゴジラ64かなと、名古屋城なんですけど、これ多分名古屋城だと思うんですけど、名古屋城がなかったんですよね。はい。ゴジラはありました。うん、この特徴的なこう、ひょろっとしたのと、うん まあ、後ろはちょっと、ポテゴテっとしてますけど、まあ、色もですね、もうちょっと、うんちょっと、再現して欲しかったなと思う感じはありました。はい、こんな感じです。はい、次はですね、箱はないんですけれども、ゴジラ62と、えー、特急列車です。はい、どうでしょう。うん、金ゴジですかね、と、 はい。列車は結構長いんですよね。このように連結されている列車になっております。あとは、このゴジラはとても似てますね。色も、うん、頑張って緑っぽくなっておりますね。素晴らしい。うん、体がやっぱりちょっと一回り大きく、うん、造形されているような気がします。 ちなみにですね、大きさ的には、ちょっと、ちょうどがあったので、比較してみると、よいしょ。うん、こんな感じで、もう、めちゃくちゃちっちゃいですね。うん、ちょうど、の横というか、ここでも、うん、ちょっと大きいぐらいで、まあ、画面に入ってないですけど、これくらいの差は、 もう2倍、3.5倍ぐらいの箱ですね。うん、なので、うん、とてもちっちゃいです。はい、あっという間に最後になってしまいましたが、最後はゴジラ54と国会議事堂です。さあ、どんな造形なんでしょうか。ドんと。はい。うん。色はですね、ちょっと茶色っぽいグレーになって、 でうん、まあどうでしょう頑張ってるような気がしますね、うん、ただこっちは素晴らしいです国会議事堂がはいこんな感じになっていて文句なく議事堂でしょう、うん、まさかこういうふうに並べれる日が来るなんて嬉しいですね。 はい、こんな感じのラインナップになっておりました。はい、今回はですね、ゴジラ王国という触眼の、まあ別バージョンの、はい、ゴジラ王国を紹介しました。もう一つのゴジラ王国がこんな感じだったんですけど、今日はこっち側でしたね。うん。ちょっと歯抜けの、 ラインナップになっちゃってて申し訳なかったんですけれども、実際に並べるとこんな感じになる感じですね。うん、今回はですね、ゴジラを紹介したんですけれども、ゴジラはですね、まあ、まだまだちょっと持ってるので、たくさん動画をアップしていきたいと思います。それでは、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。せばねー。